なり物費がやめえ。冬アニメも大体1話が出揃ってきたところなんだけど、ここに来てむちゃくちゃ面白そうなアニメが始まったんだよ。ほう、どれや。勇気爆発、バーンブレイバーンだよ。ああ、なんかあったなそんなん。PV やトリアル系ロボやのに、タイトルが思いっきりスーパー系のやつか。そう、で、制作に再現が噛んでることもあって、何か驚くような仕掛けがあるだろうと、単にリアル系ロボに勇者系タイトルつけました的な作品じゃないだろうと言われていたんだけど、それがついに1話で判明したんだ。うちらの予想はキービジュアルや第1弾 PV は劇中劇のイメージで、本編は王道の勇者系があるんちゃうかっていう無難な予想やったよな。で、実際はどうだったのかというと、リアル系の世界観を A パートでしっかりと展開した後に、B パートで全く雰囲気が異なる勇者系ロボを登場させるという、驚きの展開だったんだ。スパロボみたいやな。世界観が違う機体を同じ作品内に登場させるという点では、2014年に放送された、白金の石アルジェボルンを思い出すね。で、ブレイバーン1話の良かったところは、やっぱり事前のプロモーション含めて、ロボットアニメのセオリーやお約束を逆手に取った展開にあると思うんだ。どういうことや。ロボットアニメって大きく2つに分けると、ガンダムやマクロスのリアル系とマジンガーやゲッター勇者系のスーパー系に分類されるよね。スパロボで学んだやつ。そして視聴者向けには、作品がどっち系のロボアニメなのかということがあらかじめ明示されていることが多いんだ。ロボ好きの中でもガンダムだけが好きとか、勇者系に多い顔つきのロボは苦手っていう人とかおるもんな。そして作品内の登場人物は、異星人やら敵の新型兵器が攻めてきた時に、なんだよこれありえないという驚きに直面することが多いわけだけど、視聴者的にはある程度どういうデザインのメカや敵が登場するのかが事前に分かっていることが多いんだよ。そのお約束をブレイバーンはあえてぶち壊して、リアル系ロボ作品の中に勇者系ロボを出すという、視聴者にとってもありえないことをやってのけたんだ。そしてこの作品は、ジャンル的にリアル系と見せかけたコリゴリの勇者系というわけではなく、リアル系ロボットアニメの世界に勇者系ロボが迷い込んだような、そんなミスマッチ感が魅力だと思うんだ。あくまで世界観はリアル系のままってのがポイントか。今後の展開で、どっち寄りの作風になるかはわからないけどね。また、こういった展開って、今までのロボットアニメの歴史があり、お約束展開が定着してるからこそ生まれたことだと思うんだよね。ある意味王道に対するアンチテーゼであり、メタ的な作品でもあるわけか。リアル系世界に場違いな勇者系を出しちゃダメなんて決まりはないからね。そして、この衝撃展開が許された理由は、タイトルにあると思うんだ。ミスマッチなタイトルで何か仕掛けがあることは自然に匂わせていたから、リアル系の中に勇者系を出すという展開が、気持ちの良い裏切りになってくれたんだ。これは完全にプロモーションの勝利だと思うよ。あとね、作画のクオリティもめちゃめちゃ高いんだよ。制作会社はサイピクということで、業界内ではトップクラスのギャラを払ってくれると言われているスタジオだから、かなり予算をかけて良いアニメーターさんを揃えたんじゃないかな。これロボは CG か？そうだね。もちろん手書きシーンもあるだろうけど、グリグリと動いているシーンはほぼ CG だと思うよ。ただ、その CG のレベルも非常に高くて、最近グリッドマンの映画を見たところだけど、全然引けを取らない迫力だったね。この手の勇者ロボを全て手書きで動かそうとすると、どうしてもカクカクしてしまったり、動かすとフォルムが崩れてしまうことが多いんだよ。その点、ブレイバーンの CG は非常によくできていて、質感や動きに CG 特有のもっさり感が少ないから、一瞬 CG なのか手書きなのかわからなくなるレベルなんだ。作画に関しては爆発エフェクト含めて文句なしの映像だったよ。正直、1話はロボアニメ好きの心をかなり掴んだんじゃないかな。もしかしたら出落ちアニメになる可能性もあるけれど、キャラクターの作画もいいし、令和の時代にここまでしっかりした作画でスーパーロボットアニメを作ってくれることってほとんどなかったから、個人的には今後もかなり期待したい作品だよ。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。